こんにちは、速稼塾の久保です。楽天カードをお使いの方って言いますかね。楽天カードって特に VIP カードがなんか最近ランクダウンしたっていうか、ちょっと価値が薄れちゃったっていう風な印象があります。実際そうなんですかね。今回ね、来たメールの中でその中でも楽天カードこれはいいんじゃないかなっていうのを見つけましたんで、ちょっとね皆さんと一緒に見ていきたいと思いますけども、評価は分かると思うんですけどもね、こちらの方です。はい、楽天市場で2万円以上楽天カードでご利用されると、この街での楽天カードの今月のご利用分がポイント2倍になるってことですよね。だから楽天市場で2万円以上買うと、まあそれ以降この楽天カードがねポイント2倍だから、これ毎月開催しますからちょっと得ですよってお知らせですよね。でもね、今の時代ポイント2倍ってそんなにねお得感ないんですよね。なんか5倍とか10倍ってなると初めてインパクトがあるんですけども、よく最近近くのスーパーやドラッグストアでもなんかポイント10倍デーには人が集まるんですけども、すでに2倍3倍はもう当たり前の世界みたいなね、そんな感じになっているような印象があります。皆さんどうですかね。こういうふうにぐーっと見てみますと、エントリーはこちらって書いてますけども、いまいちインパクト弱いなって気がしますよね。で、簡単3ステップでポイントゲットって書いてますんで、これおさらいしてますね。まずはキャンペーンにエントリーすると、こちらですよね。で、楽天カードを使って楽天市場で2万円以上お買い物すると。この2万円以上のお買い物って最近ないんですよ。だからハードル高いですよね。で、2万円以上使った後で楽天カードを使って街でお買い物と。だいたいね、2万円使っちゃうと、その月はもうお買い物なかなかできないと思うんですよね。だからこの戦略は、なんかちょっと消費者の心に響きにくいと思いますよ。うん。で、逆にね、2万円以上を楽天市場で買う人って、すでに買い物にお金の節約とかなんとかっていう観念っていうのは、そこまでないんじゃないかなと。こんなキャンペーンなくても5万、10万買うよって人だと思うんですよ。でもエントリーするだけでこんなに違うっていうふうに書いてますんで、ちょっと読んでみますね。エントリーした A さんは楽天市場で買い物して街でお買い物して最大1000ポイントということなんで1000円分ですか。いやーきついですね。だって2万とか3万合計で買って1000円でしょ。これは別に無理して買うようになるよりはエントリーしてない B さんの方が幸せなような気がしますけどね。2万円以上で達成なんでしょ。ちょっと2万円以上で条件達成ってのをなくしていただくか、もしくはね、やっぱ1000円以上で条件達成ぐらいの簡単なやつにしないと、ちょっとね、バスケでもゴールポストが100メートル上空にあったら誰もシュートしようと思わないですよ。私はそういうふうに思っちゃうんですけど、皆さんいかがですかね。いつもの街でのお買い物がもっとお得にと。買い物してねえし、みたいなね、感じですよね。ちょっとね、私の主観かもしれませんけども、楽天カードっていまいち存在感ないような気がするんですよ。まあこれは多分一番最初に楽天カードを作って楽天メインでやっているのか、それともいや私みたいにねヤフーメインに使ってるかによって大きく分かれると思うんですよ。でヤフーのペイペイとかを主に使ってる私からすると、楽天ポイントの、なんかねメリットっていうのはそんなに響かないかなと今回思っちゃいましたけども、皆さんいかがですかね。私はどうしてもねペイペイの方がお得でしょうがないような気がするんですけども、楽天にもまたね、なんかこういういい点があるよって言ったらね、ちょっと教えていただきたいと思います。私もね、楽天カードは、このスマホの中に入れてますんで、いつでも使える準備はあるんですよ。実際昨日もね、ココストアで、ちょっとね、家族で行きましてね、大和くんはこう、カレーを食べたんですけども、精算するときに、PayPayで払うんですけども、PayPayで払ったのと同時に、楽天ポイントもつくみたいなね、合わせ技があったんですよね。それを使わせていただきました。ということで、皆さんのお得な、楽天もしくはPayPayのポイントの使い方もあったらコメント欄で教えてください。それでは本日は以上です。